はいえっ、ー、とね今ねジクサー乗ってねちょっとねこのエンジンすごい面白いっていうことがやっとわかりましたあのねえっ、ー、と「モトベーシック」っていうね YouTube の動画のレビューのバイクのレビューチャンネルがあるんですけどね、えー、モトベーシックさんがね2017年のモトベアワードっていうその年に乗ったねあの試乗してみたあのバイクで一番 お金出しても買っていいなと思うようなバイクをベストワン選ぶんですけどね2017年にねこのジクサーをね1位に選んだんですよねで僕はねそのことがこう理由がねまああのレビュー動画の中でいろいろおっしゃってるんですけどはっきりはねつかめてなかったんですよで今4回目 <laughs> ジクサー乗るの今日4回目だけどちょっとわかりましたあのね ロングストロークのエンジンなんですよ、これね。ちなみにね、短気筒でも。SOHC のね。これでしょうね、多分あのね、すごいね、粘るんですね、このエンジン。面白いですね。何て言うのかな。早く走らなくても、ずっと乗っていたくなる感じ。これ、多分ね、エストリアはそう、なはずなんですよ。えー、っとね、で、モトベーシックのモトベイさんはね、 エストレアを自己所有しててすごい好きなんですよね。多分ねエストレアの面影をこれの中に見たんでしょうねはっきり。だからあの一、ー、に選んでるんですねでこれからえっと二千十七二千二十年に現行のねジクサの百五十が出るんですけどその年もねモトベア,アワードにね五位だったかな入れてるんですよ。だけどなんとなくこう 大体、あのー、2回も大体 <laughs> そのモトベアードの10位以内に入ってくると自体ね驚異的なんですけどとにかくその2017年のモトベアードで「ジクサーの150」がねこのモデルですけどね、あのー、1位になったことは「あのジ i x a ショック」とか「j i x ー事件」というふうに言われてるんです俗にね。でね再生回数がね確かね あの年の2017年のモトベアワードってね28万回ぐらい言ってるんですよ今見るとそれで僕はねなんでモトベさんがねそんなにこのジクさんの150気に入ったのかなと思ってある理由がね本当のところが知りたかったんです本当のところって変ですねこれね 150cc しかないけど すごい面白いエンジンというか楽しいエンジンですねこれずっと乗っていたい気にさせるって元米さんが言ってた理由がはっきりわかりましたあのねうん例え,ば例えば食べ物で言ったらいいかな単気等でもショートストロークとねロングストロークってあるんですよこれはロングストロークのエンジンなんだけどもう一つ僕が持ってる YBR250 はショートスト,ロークストロークのエンジンなんですねあのねすごいねもうなんていうんだかな すごい面類で言うと <laughs> あの引きが強い粘る感じの面っていうんですかねそれがロングストロークエンジンなんですねそしたらそれに比べてショートストロークのエンジンだと同じ単気筒でもあの何て言うのかなあんまり粘らないっていうんですかね回転がある程度以上やっぱり落ちてきたらどうしてもアクセルを上げたくなってくるところがややあるんですよ ちなみにねあのすごい人気なあのある SR400 もショートストロークの短気糖の SOHC ですねで SR500 はロングストロークなんですねで GB350 がもうロングストロークですねうんでも高田が 150cc のねあの排気量でロングストロークの根っこっこさっていうんですかねこれがわかりますねジクサーはすごい面白いこれ。 ちょっとびっくりしましたあのね4回目になってやっとわかりましただからあのショートストロークのエンジンにしたらね単気筒でもどっちかというとレーシーなエンジンなんですねちなみに僕は昔乗ってたあの gb 250クラブ版は dhc、OH、o でショートストロークのエンジンなんですよあれはねあのエンジン回さないとやっぱ面白くないバイクでしたねあれはね馬力も出してたけど これスピード出さなくても全然楽しいんですねずっとね乗ってたくなるエンジンですね多分エストレアは確か同じような正確なエンジンだったと思うんですけどねあ驚いたあのね4回目っってやっと分かりましたとにかくあの僕はね知りたかったのはその元兵衛さんがね元兵衛クの元兵衛さんがね2017年の元兵衛アワードで1位にこれを選んだ理由の本当のところですね。 あのそれでしょうね多分ね間違ってななないいんじゃないかなこれだからあの速いスピードがあって馬力があってとにかく速いオートバイが好きっていう人は全然あれだけどそうじゃなくってずっと乗っていたいオートバイ一日中でもなんかそんな風ななんか飽きないオートバイを求めてるんだったらジクサーの150いいでしょうね、まあ、原稿もね同じロングストロークの空冷の SOHC なんで基本的には同じなんですけどね。 ただこの初代のやつは135キロしか装備重量ないんですよ。現行は139キロですね。でデザインがどっちが好きかですよね。現行のものが好きなのかこの初期型のこの形が好きかね。うん。カフェレーサーベースで選んだけどこれものすごい広いものだったかもしれないですね。オートバイとして楽しいですねこれね。別にカフェレーサーどうのこうのっていう話じゃなくて、ちょっと驚きました。 <laughs> もっとちゃんとねあの全体像がジクさんのね全体像が分かってからちゃんとねジク x a 1 5 0というオートバイという台で一回動画撮りたいですね、うん。まだちょっと乗り込みが足りないんでね部分的になんかあれこれ変わった面白いオートバイだなという部分がだいぶ分かってはきたんですけどまだね分かってないんでその動画を現時点で撮るのはちょっと早すぎる気がしますね。どっちにしてもねロロンンングストロークのエンジンで 小排気料でエストレアのみたいな感じのものが欲しいっていう人だったらジクサーの150でもいいかもしれませんよ。あの外観がねあれは原稿のジクサーちょっと力いっぱいストリートファイターしてるけどまあなんかちょっと問いとめのない話しましたけどね、うん、まあ今乗った感想でちょっとまあ気が付いたんでね。 話しました。まだチャンネル登録お済みでないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。